文化放送ブレーン株式会社はかつて存在した日本の就職情報サービス会社。1990年代には就職情報サービスで業界4位の企業だった。2000年以降、事業再編と社名変更を繰り返し、2006年に不動産会社 SBI パートナーズとして SBI ホールディングスと合併し、解散した。百七十三年十月、 文化放送のグループ会社、文化放送開発センターが採用広告事業を開始したのが始まりで、1975年に文化放送ブレーンとして独立し、オーブン社系の就職情報会社となった。以後、端末に資料請求用のハガキをつけた学生向け企業、情報時、看護師求人誌の発行や、それに関連するイベントの運営や、人材紹介、 人材派遣などへと事業の幅を広げるようになる。1980年代後半の人手不足に伴う、求人広告の急増で業績を急拡大。1991年11月に株式を転倒公開した。しかし、転倒公開を前にバブル景気が崩壊し、株価は公募価格を下回った。その後、景気悪化で企業の採用意欲が冷え込み業績が、 悪化。1994年3月期には最終赤字となり、以後は赤字が状態化する。1995年4月1日、富士テレビジョンの上場準備のための資本関係の整理に伴う株式の移動のため、筆頭株主がオーブン社グループから富士テレビジョンに移動し、富士再建グループの参加となる。富士テレビジョンは、 上場に先立ち株式の過半数を所持していた日本放送の持ち株比率を下げる必要から同4月つつた日付で第三者割当増資を行っており、オーブン社グループが増資を引き受ける代わりの現物出資として文化放送ブレーン株が富士テレビジョンに譲渡された。これはオーブン社グループ側から見れば赤字子会社の文化放送ブレーンを処分した上に、 有料企業の富士テレビジョン株が手に入ることになり、極端にオーブン社グループ側に有利な取引となった。そのため、この取引は富士山系グループのしかない家との経営権威争いにおけるオーブン社グループを率いる赤尾義夫の協力に対する見返りだったとも言われる。その後数年、文化放送ブレーンがさらなる見売り先を探しているのは半ば業界の常識となっていた。 1999年10月、賃貸住宅ニュース社会長の佐藤茂が、株式公開買付により、文化放送ブレーン株の過半数を取得した。これは、同年春に、フジテレビジョンから大株主を代表として、賃貸住宅ニュース社へ、株式売却の申し出があったことを受けたものだという。賃貸住宅ニュース社側の思惑としては、自社の賃貸情報サービスに加え、 就職情報サービスに進出することで、第二のリクルートを築く戦略であった。しかし、フジテレビジョンやオーブン社グループが文化放送ブレーン株を手放したことを機に、銀行が文化放送ブレーンとの株式持ち合いの解消に動き出し、株式の引き取り手が必要となったことから、当時ソフトバンクの子会社だったソフトバンクインベストメントの支援を仰ぐこととなる。佐藤茂は、 2000年3月に文化放送、ブレーンの会長に就任する予定であったが、代わってソフトバンクインベストメント社長の北尾義隆が会長に就任した。ソフトバンクインベストメントは佐藤茂からの株式上と第三者割当増資などにより、2000年4月には文化放送ブレーンの筆頭株主となる。文化放送ブレーンは同年6月の株主総会で、 社名変更と新事業進出を盛り込んだ定管変更を提案したが、この時点では依然合わせて株式の38%を持っていた佐藤茂と弟の哲也の兄弟がソフトバンク主導の経営再建計画に反発し、否決される。再建計画では新規事業のパソコンのカップ販売とインターネット、接続事業を黒字化の前提としていたが、佐藤茂は その実現性に回帰的だった。もっとも、経営側は、新規事業は、定管の変更がなくても、開始可能としていた。否決後、佐藤茂、哲也兄弟の説得が行われ、2000年10月の臨時株主総会で、改めて、ブレインドットコムへの社名変更と新規事業を盛り込んだ定管変更を提案し可決された。また同月、佐藤茂、 テ也兄弟の所有株式の大半がソフトバンクインベストメント参加のファンドに譲渡されたことが発表された。2000年12月20日、文化放送ブレーンはブレーンドットコムに社名変更された。2001年8月には新興出版社のディジットと合併しディジットブレーンに社名変更。ディジットはパソコン、グラビアアイドル、求人情報、 結婚の月刊誌を発行しており、求人誌、アイキャリアに関して両者は合併の前年から提携関係にあった。ソフトバンクグループ側は第二のリクルートを作る構想を持っており、新会社でネットや雑誌を通じた就職、結婚など生活情報を総合的に提供することを目指した。北尾は合併に際し、合併会社を軸に幅広く生活情報を提供し、 リクルートを超えたいと語っている。なお、前年に新規事業として始められたパソコン販売は、合併の際のリストラで不採算事業として撤退した。合併後、ディジットブレーンは、ネットと雑誌メディアが融合した情報ビジネスを掲げて、急速な事業拡大を目指したものの、黒字化の目途は立たず、合併から1年後の2002年8月に、ディジット出身の社長を降格。 ソフトバンクインベストメント出身の社長に交代し、ソフトバンクの主導で経営再建を進めることとなった。2004年にメガブレーン、2005年に SBI パートナーズへ社名変更。2005年までに素業である就職情報サービスから撤退し、不動産関連事業中心に転換。2006年3月、SBI ホールディングスが ソフトバンクグループを離脱したことを気にした子会社再編により SBI ホールディングスへ吸収合併消滅し31年の歴史に幕を閉じた旧サイトのインターネットアーカイブありがとうございます